神奈川県条例で勝手に入ってきてもらうと困るんだけど。ダメですか。さあ困るな、こういうんじゃない、ちょっと困るな、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 それしかもあの困るな、それ。一つ言っていいですか。何、あの僕何を持ってきていいんだって。困るな。それ、あのハンドアなんでドア閉めてもうね、その車はどう重いんだよ。すいません、あの伊藤さんです。はい、どうも、サムちゃんです。はい、お疲れ様、サムちゃんです。勝手にね、あの許可でね、神奈川県に入ってきた男だよね。そうですね、昨日行ったか、俺許可は取ってくれ言われたんですよ。本当だよ、許可取ってませんでした。しかも GoPro で撮ってるし、GoPro できちゃったもんね。GoPro で撮りますよ、もう。本当携帯用意がします。はい、じゃあ横浜土産でございます。すいません、ありがとうございます。横浜土産いただきました、ありがとうございます。あとおまけ。おまけ、おまけ、おまけや。何も用意してなかった、急遽やった。いいね、急遽大先輩寄ってもらって、とんでもございませんよ。あの、じゃあちょっとあれですけど、新しい新ステッカー。まあ、ステッカーだらけやん。はい、もらいました、ステッカーね。あとこれ、あのうちのマネージャーのあゆみさんの。あ、はい、私たちのことで。あらば、あ、本当に、はい、本当に、あ、ありがとうございます。はい、ね、まあ、やめとこう。今言うのはやめよう。今言うのはやめよう。そっちの方だね。あゆみさんは、いろいろその、もろもろで、何なんですか、はい、何の話ですか。これ、あの、すいません、つまらないもんですけど。いろいろあるじゃん。あ、いろいろあるな。うちのお姉さん結構作ってくれるんですよ。すごいね。簡単。いろいろだな。いっぱいだよ、まったく。じゃあ、ありがとうございます。なんか違う人いるぞ。え、なにこれ？え、なに？なにこれ？なにこれ？死ぬな。あ、なにこれ？鍵、伊藤さんの鍵もらいました。だ、乗用車の鍵もついてダメだよ、みんな。それで鍵、これだけでしょ、鍵いただきました。で、僕の大事な乗用車の鍵もあるからね。はい、というわけでね、先ほどちょっとね、あの、イサムちゃんのところの車ちょっと邪魔しに行きました、ね。はい、荒らしに行きましたけど。邪魔されました。というわけでね、イサムちゃんちょっとこっちに来てもらってます。はい、というわけで、ね、いくつか質問。はい。一つ。ドライバーになって何年ぐらいだった？ドライバーになって、大型乗って5年です。あ、5年か、若いな。はい、おじさんも28年目だよ。いや、そんなことはどうでもいいんだけど。そっか。で、年ちなみにいくつだったっけ？年が39になりました。わ、あ、でも39なんだ。39。40手前か。40かかっちゃうか。もうやばいっすよ。やばいな、それ。もっと若いと思って、30代前半だと思って。いや、違います。もう39です。あ、ほんと？体がね、去年からガタ来てます。これ来てるんですか？ガッタガタかい。はい。でもだって荷物だって大変だべ。でもガッタガタでガタガタ、睡眠となんてしんどいです、ね、あ、だんだんね、あの年取ってくるとね、寝ないとダメなんだよね。持たないんだ、はい、これが。よくわかんない、おめえだよそれ。だってこれなんかもう寝ないと全然ダメですから、ね、全く違うとこは元気なんですけど。いや、聞いてますよ、聞いてないですか。やめてください、その元気の、ま、真面目なインタビューなんで。真面目なインタビューやめてくださいよ。全く、伊藤さんの顔笑ってますいや、いいんですけど。真面目でいきます。まあまあまあ、真面目でも不真面目どっちでもいいんだけど、まあどうせそんなもんだからいいんだけどさ。あ、なるほどね。そっかそっか。どう、今までこれ仕事やってきてさ、これ大変だったのか、しっぴれたなって話ある？これ大変だったのは、やっぱり台風の災害じゃないですか。ああ、なるほどね。はい、うん、あの、高速止まって降りなくていけなくて。うん、うん。けどもう、どこもかしくも道が動けないです。動けない。その時ぐらいです。あ、そっか。で、止まったけど、うん、翌日が関東エリアが一回ダメなんだった。あの時実は僕神奈川にいまして。いたの。はい、そっから名古屋まで下道ずっと。いやいやいや、だからあれが一番大変やったっす。あの、ちなみに台風の時俺そこの保土ヶ谷バイパス上がるんで4時間ぐらいかかったの。4時間。もう全然動かなくて、で結局行ったんだけど、はい、あの、上がれなくて、ずっとぐるっと待って、首都高待ってて、ひってみりあったけどね、台風の時ね。なるほど、そうですか。まあね、きつかったですね。そうですね。なるほど。他には、まあないか。ね、まあ、あとは雪道は、まあ、割と慣れてるんで。そうね、結構ね、イケイケだもん、雪道ね。うん、イケイケ、おらみたいな感じ。よくわかんないけど、なんで、まあ、トラック故障とか、そんな時ですね。入れ替えせなかった。あ、なるほどね。それぐらいだ。僕は手積みなんで、うん、だから故障したら全部乗せ替えて。あ、そっかそっかそっかね。はい、なんかそれぐらいですね。車庫でヘラヘラって、あ、じゃあいいよ、フォーク持ってけ、積み切れってわけいかないもんね。
そりゃ大変だね。まあね、というわけでね、頑張ってますね。まあ、こんな感じでね、簡単に済ませちゃいますけど、ね、だって何聞いてるかな、逆に何かある質問とか。質問ですか、特にないですよ、ね。ないのか。だって、もう普段からわちゃわちゃしてますから。あ、してるか。そうなんです。してたか。してたか。初対面やったら結構聞くことあるんですけど。意外とね。顔を合わせるのは初対面だけど、結構ああじゃねえこうじゃねえくだらないことばっかりね、茶化してばっかりもんね俺ね。まあ、って困ったもんだよね。意外とね、まさかの後でいろいろ気づくことが結構ありましたっけって言われる。やばいな。だ僕もともと伊藤さんとかもそんな面識なかったけど、やっぱりヒゲちゃんとか、そうね、そこからどんどんね、やっぱり面識出るんで。まあでもやっぱ会いたかったっすけどね。ヒゲの野郎か。師匠ですから僕。師匠なの？師匠ですよ。あんなこうやってグリグリってペだから。もともとはほらご飯作ったはたじゃない。そこから僕見てるんで。ああなるほどね。昔はもう師匠ですけど。師匠引退されましたけど。ヒゲ師匠。ヒゲ師匠。師匠じゃあ大した師匠。あ言っちゃった。大した師匠じゃねえなとか言っちゃった。大して正座したな。並べて正座させて。ぜひとも、いやー、今度ね、じゃあ、機会あったらね、並べてちょっと二人をね、正座する。お前ら正座だっつって、正座する。やりたいっす。ヒゲちゃん、よろしくお願いします。ヒゲちゃんかい、またこれ。まあまあ、そんな感じで、ちょっと、サブちゃん遊び来てもらいましたんで、やっとね、まあ、会うことできたんでね、バーベキューね、ちょっと飯も食い、ちょっと楽しい話もできて、まあ、こんな感じでね、動画撮影させていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあね、この後もね、安全にご安全に、移動してくださいね。はい。うん。はい、じゃあ、そんなわけで、イサムちゃんでした。じゃあね、バイバイ。バイバイ。ご安全に。はい。はい、そんな感じでね、ちょっとね、イサムちゃんと、お会いすることができて、いろいろお話をして、まあ、動画の撮影してきました。でもね、イサムちゃんね、お子さんいっぱいいてね、一生懸命頑張ってるパパさんでもありますし、まあ、俺らからすると、もうまだ全然若いっすよね。一回り以上若いわけですから、まあね、ちょっと頑張ってほしいですよね、若いドライバーさん。そしてね、YouTube の方も頑張ってほしいと思います。まあ、そんな感じでね、今回はね、ちゃんといろいろバカっぱなしも普段ね絡むとこうバカなことばっかり言ってるんですけど、まあそんな感じでね、楽しく過ごすことができました。イサムちゃんの方もチャンネルの方もよろしくお願いします。概要欄貼っておきますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。でもね、あんな感じでバカっぱなししてたけど、本当にね、若い子頑張ってんの嬉しいっすよ。もうね、自分なんかもうあと何年乗れるかわからないですけど、まだまだね、これからあれですからね、まあ、家族のためにも安全運転でね、頑張ってほしいと思います。はい、じゃあこの後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。それでは皆さん、安全に。